ブルーランプが消えました。スタートまでは3秒前。9レース特別一般戦スタートしました。スタートでは4番の佐藤孝也、センターから5番の伊藤信夫行った。そして8番金子大輔も外から行く。2番の高橋は中段からの競争になりました。おっと3番五十嵐が滑っている。先頭4番の佐藤孝也行った。2番手が伊藤信夫、外から高橋が上げていく。高橋光一気にまくった。高橋が2番手上がりました。伊藤信夫3番手、金子大輔4番手から1コーナーで3番手上がりました。さあ高橋が追撃態勢。5番手スタートも早くももう2番手上がっている。4番の佐藤孝也がどこまでこの2番の高橋光を抑え込めるでしょうか。さあさらには8番の金子も前を伺っています。残り4周回、先頭4番の佐藤孝也抑え込みに早くも入っている印象です。さあ2番の高橋がその技量テクニックで4番の佐藤孝也にどう仕掛けるか。8番の金子も前の2人に接近しています。さあ金子がスッと内側狙ってくる。高橋の内側狙ってくる8番の金子大輔、さらに1番の田中茂、6番の吉原恭介上がってまいりました。さあ吉原と1番の田中茂4番手競っている。さあ2番手の争いは高橋の内並んできた。金子、高橋と金子微妙な争いになっている。2番手争いです。4番の佐藤孝也先頭、依然として抑え込んでいる。高橋光まだ仕掛けられない。残り2周回、8番の金子もワンチャンスあればというところですが、ちょっと膨らんでしまった。金子が交代しました。先頭4番佐藤孝也、2番の高橋光再度4番の佐藤を追い詰めていく。さあどうだ、残り1周回、トップ争いは絞られました。佐藤孝也か高橋光か、人気両者のマッチレースになっている。佐藤孝也先頭キープ、2番の高橋、さあ高橋光くちょっと立ち上がり滑った。先頭4番佐藤孝也、それでも高橋が強襲する。3番と8番の金子、最後内から高橋、内から高橋、4番の佐藤か高橋か、並んだ、捉えたか、ゴール。払い戻し金です。2連単2番4番370円、2連複24220円、3連単2番4番8番1550円。